了解。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。この道は前にも歩いて、ここはまあ悪くないかな。こういう暮らしの気配がする街が恋しいね。任務が終わったら一緒に一杯どうかな。あ、まずい。僕は今危ない言葉を口にしちゃった。とりあえず物資を探そう。今度こそ収穫があるって僕の勘が言ってるんだ。わかった。おや、親友、これは最高だよ。この家具だけで臨時基地の雰囲気が一気に変わる。ほら、バウンティーハンターがよく行くバーってあるだろ、わかる？親友、冗談はやめろって。しかし残念だ。もっと人手があったらよかったのに。僕たち二人だけじゃ持って帰れないよな。いや、ダメだ。カウンターチェアだけでも持って帰りたい。でないとまた無駄足になってしまう。え？厄介な敵だ。今回は奴を避けよう。待って、親友、早くそいつを止めてくれ。あそこにはもっと大事な物資があるんだ。了解。わかった。これ以上この怪物たちを自由にさせたらガラクタしか残らないと思うぜ。ないだろう。退屈な臨時基地に楽しみを増やすことだろう。こいつを舐めてもらっちゃ困る。こういう場所で任務を行うときに楽しい気持ちをキープするのは想像よりもずっと大事なことなんだ。それに全てがうまくいけば打ち上げとしてカラオケ大会を開くこともありえるだろう。ブローニャ隊長は歌ってくれるかどうかわからないけど。僕がいつも言ってるように天才は孤独だからさ。僕だって彼らのことを理解できないよ。とにかくこれで十分。そろそろ帰ろう。基地の模様替えもあるからね。承知した。ああ、任務の資料は全て頭で。この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。わかった。
チャージ完了。終わりのドローニャ、戦場に到着しました。私の指示に従ってください。ブローニャ、戦場に到着しました。
次の行動座標に向かいます。承知、全力で戦う。燃やし尽くせ。この道は前にも歩いたような、気のせいか。素材習得了解。そろそろ分かった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。